おはようございます。釣り子 TV です。これね、メガバスから新しいクランクベイトがいよいよね、店頭に並んでましたよっていうことで、スーパー G、ね、Z1 っていうモデルなんですけども、このね、クランクベイトね、いよいよ発売開始っていうことで、一つね、買ってきてみました。で、価格はね、1個ね、1890円っていうことでね、どうでしょう。まあ、小粒な割にちょっとね、比較的高いルアーなのかな、なんていうふうに思いますけども、何にしてもね、メガバスのプロジェクトリビングレジェンドっていうことで、もう今までのメガバスの技術の粋を集めてね、改めてオーソドックスなルアーを、作ったらこんな風になるっていうね、こういうことでよかったかなと思うんですけども、そのプロジェクトリビングレジェンドのスーパー G ってことでね、買ってきてみました。先日ね、小森さん、なんか撮影しましょうよなんて言って行った時にね、これ新しいんですよって言ってね、がっつり説明してもらったんで、詳しいこういうタイミングで投げるとかね、こんな感じのルアーだよっていうのは、ぜひそちらの動画も参考にしていただきつつ、今日はね、買ってきたので、より細かくね、手元でどんなルアーなのかね、それを見ていきたいと思います。で、カラーがね、これね、伊藤ゴールドっていうね、すごい名前だ、伊藤ゴールドっていうね、名前のカラーで、まあ金黒ですよね、でもこれね、金黒カラーで、で、LBO2 が搭載されているよっていうことと、まあ 2.3 メートルぐらいまで潜るんだよというね、こういうことがね、書いてあって、裏には説明があるんで、早速どんなルアーかね、ちょっと開けていきたいと思います。スーパー D ってことでね、おー、プロジェクトリビングレジェンドね、きたー。あ、こういうルアーなんですけど、これね、持って見た目の第一印象ですけども、結構ね、めちゃくちゃ釣れて好きなね、往年の名作グリフォンとすごいサイズ感が似てるなーね。グリフォンちゃよくおかっぱりでも何でもよく釣れたな、最近投げてないな、なんてメガバスの超名作ルアーですけども、そこら辺とこのボディの形とかサイズ感が似ているんではないかな、これは期待できるなっていうところで、で、こう裏にはね、あ、ね、メガバス4分の1オンススーパー G、Z1 って書いてあるんですけど、2020、あれ、これ最近メガバスって年号入ってなかったと思ったんですけど、2020年モデルだよっていうのがこれ入ってますね。あ、また年号の表記始めたんですね。以前のね、そう、昔のメガバスルアーってこの年号が入っていて、まあこれが結構ね、5年とか10年経って、見るとね、なんかいいんですよね。ああ、10年前俺何してたんだろうとかね、5年前、あんな釣り好きだったなーとかね、思い出すのにね、この年号って結構重要というか好きで、まあ例えばズイールのルアーとかも年号入ってましたし、メガバスのもこの年号入ってんのいいなーなんて思ってたんですけど、いつの間にかあれ年号ないじゃんと思って、あ、年号ないんだと思ってたんですけど、これね、2019とかもあんのかな、こういう感じでね、年号が入ってくれてるってね、ちょっと小さいことなんですけど、これはね、手元でよく見てね、おーと思って、小森さんの確かこの名前とかプロトタイプで入ってなかったような気がするんで、あー、いいですね、ここで、リップはこういう、まあスクエアというかね、なんというかで、イメージとしてはまあ小さくてすごい動きの良さそうなリップなんですけども、ちょっとね、この先端の方に行くにつれて少し厚みがあるね。で、あと全体的にも、この真ん中のところとなんかね、すごいカチッとした印象のリップですね。丈夫そうな、ちょっと太めって言ったら語弊があるかもしれないです、太くはないんですけども、この全体を一つのシルエットとして考えた時に非常になんか美しい、こういったね、リップがついていて、で、もう目を見張るのはここね、
塗装もこういう、あえてこういう塗装ですけども、 LBO2 ですね、これがここにデーンと構えているっていうことで、これはアイバイアイシャットとかね、その他の LBO ってついてるルアーのシリーズでもね体感してるんですけども、まあ飛ぶ。この手で振ってみたら分かるんですけど、すごいこの瞬間的にこの LBO2 がね後ろにすごいね重さがダンってね入るのがね体感できるんで、実際にこれも本当に飛びますんでね、ここら辺も楽しみだな。あ、で今ちょっとあれ、そんな傾けてないべよと思うぐらいの傾きなんですけども、これちょっと見えるかな、これ全然まだ平行ぐらいなんですけども、ちょっとでも角度がいくとちょっとねちょっとね戻るんですよね。これによって泳ぎ出しが非常にクイックで速いっていうことでいいんだと思うんですけども、まあ何にしてもねよく飛ぶ重心移動システムなんで、これがこういう小型のに搭載されるっていうのは非常に一つありがたいな、いいなね。まあ、例えばあの先日ちょっとお話ししていたのがあって、シャッティング X とかね、あのめちゃくちゃあの釣れるんですけど、気持ち俺はね飛距離が物足りないかなって、そういう話になって、動き的には形的にはめっちゃ釣れるし、よく釣れる春先とかもねいいルアーなんですけども、もうちょっと飛んでもくんねえかなっていうね、ベイトフィネスとかでもとかね、そんなのがあってね、まああそこら辺のやつにね、あの LBO2 ね、マイクロ LBO とかがね搭載されたらいいなーなんていうのはね、あの感想としてありますけど、この小粒なボディにも LBO2 乗ったかって、あーこれは投げやすそう、使いやすそうっていうことで、ちょっとね使い込んでいきたいと思いますよ。であと針はね、針はなんか昔ながらのメガバスの針っていう感じですよ。あのフッ素加工とかではないんですけど、まあ初期の刺さりとかめちゃくちゃ良さそうだね、こういう針がついていてね、こんな感じなんですね、スーパー G ってこと で裏にはメガバスのこの説明書きがねがっつり書いてありますけども、Z1 のねコンセプトはですね、コンパクトボディの常識を覆す驚異の先行振動と逆風をつく飛び、ね、あらゆるストラクチャータイプとボトムに噛みつくようにハードタッチするブルドックコンタクトを実現、リップラップの隙間やテトラホールへの侵入を可能とし、ドレッジブレイクを離脱することなくシャローボトムを叩き続ける驚異のスタビリティ。これドレッジブレイクって何なんですかね、これドレッジブレイクかっこういうことって書いてあると分かりやすいんですが、まあ、今度ねまあ、ちょっともうシーズンインしちゃってなかなか会えないと思いますけど、あのメガバスのね小森大先生にお会いする機会があったら、ドレッジブレイクって何ですかってねちょっとね聞いてみよう。まあその前にググれって話なんですけども、まあそういうことで、あのシャローボトムを叩き続ける脅威の、スタビリティね、スタビリティっていうのがあるみたいですね。でスーパーシャローを徘徊するクルージングフィッシュにスイッチを入れるハイスピード、コーシングなどあらゆるスキルが展開可能っていうことで、まあ、とにかく泳ぎバランスがいいっていうね、これは小森さんすごいおっしゃっていたので、まあ、ハイスピードでこうバーって目の前通してリアクション的に、瞬間バイトさせるね、そういった使い方なんかもしやすいよって、ね、サイト的にも使えるってことかな、まあ、そう動いているんだろうなってイメージしてタカタカと多投するっていう感じでいいのかな。でこれではないんですけど Z2 ってのもね出るってことで、これよりちょっと多分先行振動がね、深いモデル、もうちょっとリップが長いやつあったと思うので、それが Z2 になると思うんですけども、コンパクトボディの常識を覆す驚異の、先行振動と逆風をつく飛び、ミッドレンジからシャローのワイドエリアまで幅広いレンジをハイピッチドライブするバーサタイルモデル、
障害物やボトム接触時からの、瞬時の姿勢復元とあらゆるボトムと濃密にコンタクトし続けるトレーサビリティ、追従性、あ、こっちはカッコで書いてありますよね。トレーサビリティっていうのは追従性のことですね。は圧巻、接触するブラインドマテリアルについてアングラーがイメージしやすいよう見える化への、解像度を高める、ことにこだわった、高感度を実現、究極のサーチングマスター、ね、あのメガバスっぽいね、いろいろ横文字全開のこう説明がいっぱい書いてありますけども、かいつまんで言うと非常に、オーソドックスに釣れる要素を追求した、でボトムとかからそんなに離れないようにグリ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 バリ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 ガリンガリンガリンって当てていける、で、帰ってきてくれるからオーソドックスに非常に使いやすくて、こういう小型クランクのね今っていうのを表現してるよって、こういうことだと思うんですけども、まあこのねサイズ感とこの大きさっていうのね、あの関東の釣りでも大好きなので、積極的にね、投入していこうと思います。これとね楽しみなのがね、あの名前はちょっと何だったっけな、あのスピナーベイトね、プロジェクトリビングレジェンドで、あのワイヤー系のちょっと太めのねスピナーベイト、あれねもう近日中に出るっていうことだったと思うので、あれもね出たらねちょっとね1個ね買ってみたいななんていう風に思ってますので、こちらはね2020年のねメガバスのニューアイテムですね、スーパー G っていうプロジェクトリビングレジェンドの、クランクなんですけども、まあこの展開でね、ミノーとかもね、欲しいなーってね、最強に釣れるミノーとかね、先日もバサオールスタークラシックでね往年の名作のあの80ジュニアね、あれ小森プロがキッカーフィッシュ釣ってね、やっぱねほんとねリビングレジェンドのあるはたくさんあるメーカーですからね、まあそこが改めてまた一個一個ねこう今の技術の粋を集めてね、ブラッシュアップしたやつね、そういうのがどんどん続々と出てくるっていうことだと思いますので、楽しみですね。まあ実際にねこう手元で見てでね釣りに行ける機会があったら積極的にね、ここら辺も、投げていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。というわけで、本日の釣りコー TV はこちら、メガバス2020ね新しく出たねプロジェクトリビングレジェンドの試客、スーパー G それの Z1 これを買ってきてみたよって、こういった動画でした。はい、釣りコー TV でした。